田中康夫チャンネルドゥエス、脱ダム宣言イコール脱無駄宣言ということをですねお話をしましたけれども、同時に私が山国のヘッポコ知事をやってる時に考えたのが木製ガードレールというやつなんです。皆さん、ガードレールはあの鉄でできてますよね。ガードレール作ってる会社は全国に何社あると思ってますか？わずか4社しかないんですよ。これはみんな製鉄メーカー系の企業です。4社しかないので、ガードレールの入札は4つの会社が入札するから高値談合になるようなカルテルトラストのようなものになるに火を見るより明らかであります。で、しかも道路を作るときには県道でも村道でも国からといったってみんなの借金でありますが、とりあえず国からお金が来るので気が大きくなる。道路の建設には 55% から 60% ぐらい国の側が県道や村道でも負担をしてくれます。しかし道路の維持補修、どんなに丁寧に扱ったって穴ぼこが開きます。こうしたものには国は微対一文直接お金を出さないんですね。実はガードレールも同じであります。ガードレールも全額地元費なんです。にゃのに鉄のガードレールをつけていると、鉄のガードレールの場合には全額地元費で、ほとんどのお金 95% 近くのお金はですね、その4つの製鉄会社系の会社に、東京とかですね関西とかにある本社があるようなところにお金が吸い取られていっちゃうとです。そこで考えたのがこの木製型ガードレール、木製ガードレールであります。薄い軽井沢インターチェンジというですね、上信越道のところを降りていただくと、最初は群馬県なんで無味乾燥鉄のガードレールですけど、そこからですね山国の方に入ると突如木でできたガードレールです。木でできたガードレールっても強さが違うんじゃないのっていうかもしれませんけど、そんなことありません。こちらのですね、もう今日ご覧いただくと分かるように、これはですねつくばにあるですね日本自動車研究所ってところに持ち込んで、トラックをガンゴンガンゴンぶつけて鉄と同じ強さだという認証を受けたんです。なんでこれを考えたか、私がですね最初に就任した頃に、いやー秋の紅葉の時期に写真を撮ったら後ろに白いガードレールが山道くねくね映ってたので興ざめだってお便りが来たんで、じゃあ最初茶色く塗るって言ったんですけど、茶色く塗っても鉄は鉄だしなと言ってるうちに、間伐をした木というものがですねそのまま売れないので山に放置してあって洪水の原因だ、しかも丸ビルのですね下を支えていたのは実はですね大きな木だったんですね。あの辺りは湿地帯だったんですけど、丸ビルが新しい丸ビルになる時にですね、その木というものをですね私もですね林業、研究所というところで見ましたけれども、本当に生きたような木、木というのはとても丈夫なんですね。なので木でガードレールを作ろうということで、林業関係者そして公共事業費が小泉純一郎内閣の下で減ってきちゃって困ったなっつってた土木建設業の人たちに助成金を出して作りました。それがこの木製ガードレール新種型というやつで、もう一枚の方のフリップを見ていただくと分かるようにですね、木製ガードレールの場合には間伐をするところから製材をしてガードレールを製造して設置するまで全部地元の雇用につながります。鉄のガードレールの場合には温一丁って買ってきてですね、そしてですね設置をするところだけ地元なんです。するってとなんと同じ1キロあたりのですね地域雇用の具合はどのぐらいかと、木製ガードレールにした場合の方がですね地域雇用は5倍になるということなんですね。そしてこれは量産をしていくとですね、鉄のガードレールの大体3割4割増しくらいで作れるわけです。ということを国土交通委員会&参議院の予算委員会で言ったらですね、冬芝鉄道さんという福祉のはずが最近は土木にとっても熱心な人が、いやーガードレール3割高じゃないですかって言いましたけど、皆さん思い出してください。あの偽装再生紙、環境に配慮と言いながら再生紙をしていた中にはですね偽装の再生紙がいっぱいあったわけですね。なのに再生紙でこうしたものを買うと言ってですね、政府はいくら高い値段で買ってましたか？4割増しくらいで値段を買ってたわけです。いやー紙の値段と木のガードレールの値段は違うというかもんだけど、予算に関しては同じことです。つまり発想を変えようというのが田中康夫チャンネルのモットーでして、その意味で言うとですね、このように地域の雇用が生まれる、そしてですね環境に配慮した、そしてですね観光的にも森林的にもですね様々な面においてですね効果のある木製ガードレール、これはすなわち脱ダム宣言イコール脱無駄宣言と同じ哲学の実践だってことです。